どうも大輔です。見ての通りもう花が咲いて春が来てるんですけど、2週間ほど前にですね、学期の中間で、1週間ほどスプリングブレイクという春休みがあったんですよね。でその間に、普通だ学生はその授業の遅れを取り戻したり、して課題をしたりしてるんですけど、僕が大学教員として1週間どのように過ごしたかってことをシェアしようかなと思ってます。基本的には家族とのんびり過ごしてリフレッシュするために過ごしたのと、普段ちょっと学期中忙しくてできなかったこととかをやったり過ごしてますので、ぜひよかったら見てください。今からこのゲートをいただいたので、ゲート語をつけていきたいと思うんですけど、なんでゲートが必要かっていうと、こっちが僕たち夫婦の寝室で、こっち子供が寝てる部屋なんですよね。でも子供が大きくなって、ここからドアが開けれるようになって出てこれるんですよ。で出てしまった場合、こっちが階段なので階段から落ちるのを防ぐために、ここですね、ここにゲートを張って子供が出ないようにするために、ちょっと今からゲートををつけていきます。ということで、出来上がったので、今からちょっと子供と一緒に散歩行って走りに行こうと思います。よし、タイガー散歩行く？しっかりもう運動する準備できとるやん。よし、公園行って遊ぼっか。よし、タイガー、いいよ、出てきていいよ。よし、遊び行くよ。よし、閉めて。ロックは下振りやろ。今散歩 その家の近所から公園に行く道の途中なんですけど、このピンクの見えますか、桜に似てるんですけど、これアーモンドの木でアーモンドが咲いてるんですよね。これを見るといつも春を感じます。この木も、これ木なんか分かりませんけど、なんか色芽吹いてきてますね。僕にとってはちょっと花粉症の持ちの僕にとっては天敵ですけど、ここいつも来てる公園なんですけど、ここの芝生の上に、このだだっ広い芝生に息子を放流して走りに行こうと思います。その間もちろん奥さんが面倒を見てもらってですね、今から走ってきます。今日は、ちょっと天気が悪かったんですけど、ちょっと庭でこのスモーク木ですかね、燻製木で肉をスモークしました。ちっちゃい牛肉と豚肉のリブと、これがチキンですね、塊をスモークしました。それと今日がこの緑見えてると思うんですけど、セントパトリックデーなんですよね。アイルランドの休日で世の中が全部緑になるってことで、奥さんがこれちょっと見にくいかもしれませんけど、抹茶入りのチーズケーキを焼いてくれました。で全部緑で、息子もちょっと全身緑で決めてみました。来ました。家からだいたい10分15分ぐらいですかね。ちょっと山登ってきて、今ちょっとした山のふもとのところのピクニックエリアで、ちょっと、おうちカフェじゃなくてですね、家で飲まない外のコーヒーで楽しんでいこうかなと思います。
じゃあこの岩に座っていい景色でコーヒーとおやつタイムにします。スプリングブレイクって言っても全く仕事をしないわけにはいかなくてですね、まあ、次の週ぐらいに学会があって授業がまあ休みというか、まあ、教室で学生と会うことはないんですよね。なので、事前に録画しといた、授業、僕が録画話している授業を学生に見せて課題を提出させるという授業のスタイルになるんで、今からその、授業をですね、録画していきます。So make sure you complete the worksheet before tonight. Okay? Alright, see you in class next week. Bye. Hey, 終わりました。録画。ちょっと時間かかりすぎたかなと思います。まあ30分ぐらいか、まあ2、30分ですね。の、僕の、話している動画を学生がオンラインで見れるというふうな設定をしておいて、このビデオをアップする。ことが、次の作業ですかね。というような感じで、ちょっと少し、まあ、スプリングブレイク中といっても、まあ、少しは仕事をしている感じですね。まあ、うん、そんな感じです。